ストライクショット。こんにちは、エクスラグの中の人リークスとのぐちゃんです。はい、ということで現在ですね、はい、モンストはテレビアニメ鬼滅の刃とねコラボ中で、はい、とんでもなく盛り上がっております。はい、はい、というわけで今回はそのキャラたちを連れて、高難易度爆絶エデンに挑戦しようと思います。なんかあのもう社内でね試した人がいるみたいなんですけど、うんうん、結構簡単にいけちゃうみたいなので、はい、まだエデンやったことないよという方はぜひ参考にしていただければと思います。はい、それではやっていきましょう。はい、ということでこのようなパーティーで参ります。はい、で、つくよみに関してはもしかしたら持ってない人もね今見てる中にはいるかと思うんですけれども、善逸など使えば書庫でいつでもゲットできるのでぜひゲットして使ってみてください。はい、と言ってる間にですよ、うん、もうだいぶこの鳥をね削っていってます。しのぶさんに当たりながら、はい、おー、友情も強い、強で、ルイとしのぶはアンチワープ持ってないんでギミック対応してないんですけど、まあ、一応友情が強いということでどちらも入れております、うん、はい、なんか出てきたらいいなっていう気持ちよし、おー素晴らしい、いけました。はい、ちょっと炭治郎のストライクショット1段階目打ってみていいですか。はい、ここなかなか抜けられないんで。そうですね、もうこんな感じで本当自由に打ちます。はい、10月タンで打てる1段階目。いや強っ、あれも強い、そして残るまさかの残る、残るが下の方、どうしたの、よし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 、いける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 、おーおー危ない、打ちます、なんか打っときます。はい、だってねそういうことだもんね。あ、待って、これもう雑魚処理もできてるから結構余裕ですね、うん、ちょっとしのぶが次エビル の, あのバーってやつを浴びそうな気がしますよ。あ、大丈夫かな、あ、いい、あ、待って、強っ、毒でしかもやりきった、めっちゃ入ってた、めっちゃいいですね、迷うな、迷うよね、もう行きます、はい、減速しちゃうかも、いける、よしよし、いや強い強い、右の方に当たるとやばい棒が出てるので、はい、忍ぶだけ拾って、はい、いい抜け、上行きますか、上行きますよ、ルイ引っ張って、ほい、おおおおお、よきよき、はい、でこの攻撃ちょっと炭治郎食らいがちなので、はい、皆さん注意していただけると、ルイを拾っていきます、はい、ほい、素晴らしい、無事処理できました、はい、うわ友情強っ、うわ、待って、すごいプラズマやばい、めちゃくちゃ削れた、すごいね、ジローはこれちょっと反射なのでちょっと忍さんに当たりに行きたいと思います。こんな感じかな、はい、おわ、これですか、貫通でシャキシャキ入りに行くとかじゃないんですよ、もう、ね、クロスティンがやばいな、すごい、さあそしてボスにやってまいりました、来たね、ここからがまたね難しいんですよね、ダメージ食らわなくて、引っ張って、うわ、強っ、うわ、2体やれた、上の雑魚結構硬いですよ ね, ね、めっちゃ楽にやれた、素晴らしい、もう溜まってるし、打っていきます、はい、はい、やった方向に、うおー、めちゃくちゃ入る、攻撃力ダウンしてるので
昼入っていきたいと思います。助かりますね。最後に白身拾ってなあ。いい、強い。だって今これ後輪2体入れてますから ね、どんどん打っていこうと思います。確かに使わないともったいないですね。イエイ、今日は月が綺麗ですね。まだまだすごいな。いきます。はい、わ、安心ですね。この友情ね、このキー残ってると厄介ですから ね、スマホ入れるだけで戦い方変わる。強い、すごい。こんなに削ってくれるの。一体ですよ。はい、そして今毒でもね、削れましたね。助かる。じゃあもうここはこういきます。はいはい、当たってるとこういう風に削ってくれるのでね、安心安全ですね。どうしよう、撃って暴れてみていいですか。暴れよう。暴れてみます。うわ、強っ、強い強い強いよ。まだまだ続く。すごい、上のエビルインライト倒しきって、さらにまだ動けたんでエデンにもかなり入りましたね。いいですね、やってくれるんだ。めちゃくちゃ強い。うわいいよ。あ、完璧今のいい流れでしたねすごいね。はい、ということで無事エデン勝利しました。はい、コイン2体入れて、で鬼滅の刃のコラボのねキャラクター入れてと、はい、いいパーティーでしたね。ですね、まだねもうやっぱ鬼滅の刃コラボで皆さん入ってきてくださった方も一緒にね、爆絶やっていただければと思います。はい、で今、ルイとツクヨミ、あの運極ですね、入れたんですけれども、モンストの日ですと運極いらないので、はいはい、炭治郎とか忍とか他のガチャのキャラクター連れてもたくさんドロップしますので、ぜひそちらも試していただければと思います。はい、ということで最後にツクヨミの攻略動画もダイジェストでお届けしますので、そちらもぜひ参考にしてみてください。2体全員に当たれればいけるけど、おー強い、超強電撃、いいね、強いっすわ。うわ、難しい。おいけるか、よし、これもう当たるだけじゃないですか。はい、えい、素晴らしい。ここは雑魚を毎ターンで全部処理しながら、スクヨミにもダメージを与えつつと、大変なんですけどね、いい感じで、ね、進めなきゃいけないんですけど、超強電撃がね本当にいい仕事をしてくれますね。めっちゃいいですね。強いわ。はい、ではちょうどボス1に入ってきて SS 溜まったので、打ってみたいと思います。はい、こんな感じかな。暴れます。はい、これを見限ったりしなかった。ほう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 、ここから雷の呼吸、一の呼吸、一線、よく、おお、強っ。じゃあアリロかかってるけどもう打っちゃいます。はい、お、俺とネズコの絆は誰にも引きかけない。うわー強っ、強い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 。おお、動く。スピードアップ拾ったのもあるんですけど、炭治郎の SS だけで抜けちゃいました。全処理ですよ。すごいですね。すごい今何が起きました強かったすごい強かった。じゃあもうあとは失礼します。はい、よいしょ。はい、ということで、プレイしてると忘れそうになるんですけど、善逸星4号ですからね。そうですね、星4号2体入れて
つくよみが超絶の、ね、こんなに早くそうよクリアできると。しかもサンクチュアリドラゴンさんもいますからね。そうですよ、みんながね一番最初に手に入れれるから、うん、はい、始めたての方でも楽にクリアできるんじゃないかなと思います。はい、ということで、テレビアニメ鬼滅の刃コラボのキャラクター使って爆絶のエデンと超絶のツクヨミプレイしていきました。モンスト始めたての方もぜひ今のを参考にプレイしていただければと思います。ではバイバーイ。